101理論は俺は気質は少しで良いというか、少し今度は山本先生に聞いてみようか。 まあ俺はやっぱり俺がまあ見てきた中で、もちろんトレーニング理論はもちろん合ってるんだけれども、俺が実際で見てきた中で、日本のトップリーダーも世界のトップリーダーもそうなんだけども、ほとんどの選手はあまりそういった理論は気にせずに、要するに倒れるまでというか、もう自分でもう限界まで追い込んでる。逆に言うと、その追い込んだトレーニングを毎回できるような人が発達が早いというのもあるかもしれないんだけども、もうこれもさっきも言ったように、最終的には自分に合う合わないがあるので、俺の経験から言うと、やっぱり俺は自分としてはやっぱ毎回毎回その101か110か分からんけれども、要するに自分でこれ以上はないというぐらいまでやっている。ただ、その中で自分がオーバーワークになっているというか、もうこれ以上はできない。例えばコンテスト前で何回かね、俺はこれはいかんな、これはもうできないと、俺がトレーニングはもうこれ今日は無理と言った時は何回かある、数えるぐらいだけどね。今まで27年間かトレコンテスト出てきて、そういったところまでなると、やっぱりバックオフというか、そこまで行っちゃうと本当に怪我するのでやっちゃいけないんだけれども、まあそういう気持ちの持ち方でやっている。で、まあ日本でやった時も中野ヘルスの人たちはみんなそういうふうにやっていた。で、やっぱりそこからトップビルダーが生まれて、ただそういうふうにやっていてあんまり発達しない人もいたので、やっぱりこれはもう最終的にはその人の合う合わないがあるんだろうな。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も良い一日を。